パリ五輪日本代表選考会全農カップ大阪大会11月25から26日アスエアリーナ大阪26日女子シングルス10位決定戦が行われ7、8位決定戦で伊藤美馬23イコールスターツ同3位が勝利を収めた試合後伊藤がインタビューに応じた 試合を終えて、横井選手はいい卓球をしていて攻撃力が高い選手で、中国人選手と試合をしているような感覚になります。アジア選手権の時も練習相手として帯同していただいて、中国人選手との試合前にも横井選手と練習しました。質の高いボールが試合の中でも来ますし、緩急をうまく使ってくる選手なので、 自分自身もそれに対応する勝つ緩急に負けないようにいろいろなことをやるようにしました。昨日の試合から今日への切り替えについて、今日の方がリラックスして試合できました。昨日は、試合が続いていて負けている同士の試合はどんよりした雰囲気で立ち直すのが難しかったです。今日は切り替えて、差を少しでも縮めることができたと思います。 12月に行われる WTT 女子ファイナルズ、12月15日から17日について、めっちゃ楽しみです。世界ランキング1から8位の全部上の選手と対戦できるというところが楽しみです。日本人のお客さんが多いと思うので、声援がパワーになったらいいなと思います。へ向けて2枠目を争っている平野美宇選手とのポイント差について。 どうやったら平野選手を越せるかは考えていますが考えすぎず全日本選手権もやりきりたいです先行レースをしてきてポイントを意識しすぎている人の方が負けていることが多いように経験上感じるので出たいと思う気持ちは大事だけどポイント差はそんなに考えていないです平野選手とのポイント差について日々の練習での焦りはあったか 直接対戦したら自分が勝つことを一番に考えていますが、平野選手が他の選手と対戦しているときはどうにもならないので意識していないです。自分自身がやるべきことをしっかりやって、自分は挑戦者なので挑戦者の気持ちで戦うことだけを考えています。の二枠に入る自信は、全日本選手権で全て決まるので、そこまでしっかりやりきることを意識して頑張りま